ちは。こんにちは。もうあの料理来たんで、はい、あの、はい、乾杯しましょう。乾杯しましょう。お疲れ様でした。なんか言いたいことある？あるんです。私はもう小学校の時の憧れのチームにいた憧れの選手だったので、今日こうしてお会いできて嬉しいです。興奮してる？はい。もうあの時の西武ファン？そうです。私巨人から西武に移ったんですよ。森監督でもなあの黄金期の西武が大好きで、清原さんが9回ツーアウトで泣いた時のあの辻さんが行きましたよね。びっくりしてたよね。なんか変だったからさ、やっぱりね斜め後ろにいるからね。どうやって斜めたの？いやあの時はね、だからまあ気持ちはわかるけど、うん、まあ行って大丈夫かお前、ボール見えんのかっていう話よ。まだ終わってないんだから、終わってからやっぱ厳しいんだよ。そう、気持ちはだからこうやってよしよしってこう言ったら余計に来るやろ。まあよしよし子供扱いはさ。なるほどね。でもさ、辻監督って素晴らしい監督とやってんだよね。現役の時からさ、ずっとだって森監督でしょ。その前に広岡さん、広岡さん、広岡さんの時からか。広岡さん、森さん、野村さん、まああと落合さんとかね。その違いって何なんですか？やっぱみんなそれぞれ違ったでしょ。違う。で、今の監督像を作ってるのは誰なの？それ聞きたいよ。なんか、もう食べながら。まあ全部じゃない？いいとこ取り、うん、あ、いいとこっていうか、やっぱりそのどういう監督を目指すかって今そういう質問を受けても、うん、こういう風になりたいとか言ったことないし、自分は自分でしかないから。確かにそうだ、ね。それしかないんで、だから。逆にあんまり意識したことはない。でもさ、最初の時にやっぱ監督としては伝統してなきゃなとかいう話をしてたじゃない。その伝統してるっていうのはやっぱそれぞれが伝統してた。伝統してたね。あ、やっぱり。でもやっぱりそばにいると、まあ、伝統しててもやっぱりみんな監督だったら手に汗握ってさ、まあまあそうだよね。そうだよ。落合さんなんかいつもここにでもこうサイン出してたりするんだよ。常にタオル置いてさ、帽子取ってタオル置いてた。やっぱりそういうとこは絶対あるはずよ。コーチの時に最初ならなかった俺。いや、なんか最後終わってさ、勝ってグモって追い上げられてさ、勝ったって時もう手に汗握るからね。それはそしてもうみんなとアクセスするときにみんなこう吹いてとか、だからみんなこうやって吹いてもう最初の頃はそういうのがあった。いやもう手汗誰だけどもな。でも監督になってからないのよ。もう肝が座ってない。いやいや座ってないけど、なんでだろうって思うぐらい。でもそれはある程度ゲームが読めるからじゃないの、うん、これはもう逃げ切れるとかさ、これやばいとかさ、そういうのがもう見えてるからじゃない。いや見えたって9回ぐらい勝ってて2アウト満塁とかになってたら見えないでしょ。いくらっても今のやりたくないというか、もう予想は立てない。お願いするだけよ。まあそうか。あ、でもその広岡監督の時はまあルーキーの時だ、若い頃じゃない。である程度レギュラーになったら森監督じゃない。でベテランになって、まあベンチにちょっと座るようなことになった時には野村さんだね。で、コーチになって落合さんでしょ。まあそれぞれのなんか思い出みたいな、広岡さんみたいに。いやもう本当にまあセカンドやるようになったのももちろん内野手として、プロに入ってきて、もうケチョケチョよ。わかる。まあそういうのってある程度その情報からいろいろ石毛さんのお話も聞いてたし、その中でスカウト、自分のこうスカウトの人なんかもう何が社会人で何度もあるのとかいろいろ言われたらしいよ。だからもう下手だったの分かってるからさ、とりあえずセカンドやれとかそういうのがあったし。え、社会人の時はどこやったの？まあサードやってたんですよ。あ、サードやってたんだ。だからそういうことあって、まあ1年目はもうメサよ、アリゾナのメサでのキャンプとか、まあその時に広岡さんの時で、まあでももうケチャンケチャン言われながらもね、広岡さんっていろいろ教えてくれたんだよね。ノック始めたけど、いやいやちょっと待てって話でさ、いやいやまだ早いっつって、ボールポンと置かれてこれ取れって話になってさ、これどうやって取るのかって話になって、なるほどね。そこからだったね。だそこで基本ができた。あ、できたね。で、森監督っていうの、森さんはやっぱりその、まあ、広岡さんの時代のまあ参謀だよね。まあ、ヘッドでやってて、それで、まあ、管理野球っていうところで、まあ、なんかそういう
中も厳しかったというか、カチッとしてたよね。だからそういうのを、目を光らせたっていう、まあそういう立場上そういう方で、それは監督になった時もみんなも力をつけていく、若い選手もこう年々こう年を取ってきて、やっぱその選手をこう信頼するとか、選手の意見を聞くとか、まあ選手会長やったりすると必ずこう聞いてくれてさ、選手たちの中でなんかこう不満とかなんか問題ないか、あ大丈夫ですよって話よ。だからそういうのも選手の気持ちをすごくこう組んでくれるっていうかね、うん、だそういうところはだからベテランの人なんかこんな違うのかってぐらい変わられたと思うよ、ベテランだとね、うん、ジャガリアだから要するに広場さんの下でこういう参考的なことをやってて、それが監督に変わってやっぱりそういうところでまた変わられたと思う、で野村さんでしょ、あなんか羨ましいぐらい影響のある監督の下でやってるよね、本当にね、持ってるんだろうね俺が持ってるよな本当に。いやそれもね、だからそういう形でほらライオンズを解雇っていう形になった時に、うん、俺単価切っちゃってさ、もうどこも当てもないのに、分かりました自由契約に行ってくださいぐらい単価切ったわけだよね俺、うん、そしたら森監督にすぐ、まあその時監督で森監督じゃないからすぐ電話して、講習になっちゃったんですけどって言ったら、すぐ野村さんに電話してくれて、うん、次の高校でっていうところで野村さんが、いや次が来てくれるんだったら喜んでって話になった。ああそう、それ何年の話だから1994年か、いや何歳だ、41、40、39、38、37歳だったかな、37、一緒だから足せば分かるけど、簡単だけどね、うん、いや、おそらく同じチームでやってる可能性がある、はい、俺も野村監督に94年の前に呼ばれたんだ、はい、俺が93年にクビになった時、うん、やっとけよかったなと思ってさ、うん同じチームメイトでやってるかも。でポジションも、いやダメじゃん、ダメじゃん、一緒のポジション、一緒のポジション、じゃ俺代打だと思う、野村監督は代打だ、外野もできたし、はい、だからそういう意味では多分代打で呼びたかったんだと思う、うん、タイミング、なんかタイミングがあるんですね、そういうどのチームにどの時に行ったっていう、いやだって俺が若い時にトレードの話もあったからね、うん、工藤と、えそうそう、森監督の時に西武に行くかもしれなかったんですか、そうそうなんですか、そう行きたかったですか西武、やっぱり行ってたら相当勉強になってるよね、その時サードに行ってもらっていやそりゃそうだよそうですいやそりゃそうだよそりゃなんつっても守備、俺歴代の、はい、守備だけのベストライン選んだ時にセカンドは監督だから、あっちゃんが、うん、いやそりゃそうだよ、やっぱ右に出るもいなかったね、ゴールデングラブもう8度ですよね、そうだ、8度8度すごい、すごいな8度セカンドなんか素人で入ったんだからね、あれプロなんか結構自慢してるじゃん、いや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 それも自慢してるよ、いやそれは広岡さんに教えていただいていやいやいや、いやでも8度歴代1位だからね、そうですね、セカンドの部門で8度受賞するって、あの難しいポジションで、すごいな、何が分からないいやでも理論、自分の理論は確立されてるよね、そうだね、ね、そうだね、守備ってさ意外とこう人に聞いても確立されてないものってあるじゃない、バッティングってこうだっていうのは言う人はいるけど、守備って意外とないの、そうなんです、でも監督となんかね取材の時に話した時にいつも話すのよあれないよなとかさいや その時ねやっぱりねちゃんとね原因を追求してくれるの、教えてくれるの、はい、だからあの時に右足の踏み込みが悪かったとか、うん、そういうことをねしっかり見てる、あじゃあもう頭でこう考えながらプレーするタイプなんですか、そう体に反応と、もちろんもう頭は状況だよね、うん、取り方なんか頭考えたら何もならない、もうこっちに来たらこう置いてこう置いても自然に体が動い当たる瞬間にはもう動いてるから、だからこれはね伝説に残る守備をしてるんだ、
ですか。何ですか。1992年、開幕7回、石井武が投げてる時に1対1の同点なんだよ。日本シリーズ3勝3敗、バッター杉浦、はいね、これがバックホーム前進守備、はい、1点ももうやれないという状況の時に、外野フライだったらもうアウトなんですよ。もうそのシリーズ負けるんじゃないかって言われた時に、はい、1、2塁間飛んだ打球を正面に入れるのに、はい、わざと入らないで回転して投げたんだ。え、なんで、あれね、あのもうみんなわかるけど、カーンっていういい当たりって意外と取りやすいのよ、うん、ね、迷わないからね、うん、取りやすいのは取りやすいけど、うん、正面に入ろうと思ったら入れたでしょ。まあ、あのちょっと苦しい体勢になるからね、うん、あれはちょっとね、ちょっと迷った。でもただ、さっき言ったようには1点やったらもう勝てないっていう気持ちだったけど、どんな取り方でも、うん、とにかくホームに投げなきゃっていうのが頭。いやだけど、うん、それは一瞬の判断で正面に入ったら、はい、ね、あの遅くなると送球がまた弱くなる、はい、だからちょっと半身で取って回転をして勢いをつけたい、はい、すごい天才的な。いや、だから野村監督に言わしめたんですよ、はい、あのプレーで負けたって、シリーズが。そこの判断だよな、うん、トントントンって言ったら普通だったらちょっと入りそうになるけど、そこ一瞬止まってそこで取らなきゃダメだ。まあそれはもう無意識よ、そこは考えてね。でも状況もいろいろ考えてたでしょ、うん、そこはね、うん、この打球だったらこうしようとか、だからもう、準備してるわけ、どこに打球が来てもいいように、うん、だから逆回りで投げなきゃいけないから、はい、もうホームがどこかわからないわけですよ。だから一回転してホーム見て投げるじゃ遅いから、もうホームここら辺だって投げてるから、それがやっぱり球が高かった。ただでも満塁だったから、どうもこうやって行ったけど、普通にこうすればよかったんだけど、やっぱそれはもう大体で投げたから、そこだけが心配だったよね、うん、豊かな元気の時に俺のところに打球来るなって思ってたって言ったじゃないですか。絶対来んなよ辻さん。いや、そういう時ってあるってあるって、あるよな、ある、そうやめろよみたいな、絶対ゼロじゃないですよ。もうそういうとこ、そういう時来るから、もうそれは思わないようにしてでも人工芝だったらまだいいよな、それこの地方のさ、グラウンドとか行ったら、それはこれらサードランナー、ツーアウトセカンドサードとかね、これさよならとか言うけど、やめて。そうだよな。いやだから歴代1位ね、ゴールデングラブ賞を取った人が言うんだから、俺の言うのも分かるでしょ。それより下手くそなんだから。だからだって飛んでくんないと思うもん、だって。本当にね、あれはね、嫌だよね。嫌だよね。だから守りはちゃんと取ってアウトにして、それが当たり前でしか見られないからね。でもさ、最近さ、まあコリジョンもあるけど、バックホーム体制取ってるのに、すぐバックホームを諦める選手という、いるじゃない。うん、じゃあ何のためのバックホームなんだって俺なんかそう思ってんだけど、それ監督はどう、うん、いや、もちろんもちろん、そうだよね、バックホーム体制してんだったらどうかっていうのはやっぱり勝負しなきゃいけないから。そうだよね、だからまあ緩いボールでもハーフバンドでもいいから、もう勝負してバックホーム行かなきゃダメだよね。だからいつも言ってんの、うん、普通の練習の時に最後バックホームするじゃない、うん、その時にまあ普通のまあキャンプでもそうだけど、ギャンブルって言ったら、うん、なんでいいバウンドで取ろうとすんだよって。さすが、そこはダメだって俺言ってるの。中途半端だから何でも、まして練習でしょ、その時に。なんでしょ、だから当たった瞬間ジャーって前に出ろって。そうだよね、それも練習だからさ。いやいやいや嬉しいわ。いやいや、バックも意味がないもん。もうそうですよ、ね、いや、そ本当にいい体勢、いいボールで取ったらそれはいいボールも投げれるけど、セーブになったら意味ないもんね。そうなの、レベルが高い。だから球場に試合ってね、地上に来てもさ、はい、そういう話ばっかよ守備で、あのあれどうやったとかたまにね、いやいや、こうちゃんと教えてくれるしさレベルが高い話をしてくれるから俺も勉強になるし、聞いてて、はい、まあ、だから俺の確認もあるわけよ、今みたいに。あ、自分のこれで正しかったのかなっていう。そう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 、まあちょっとホッとしました。